マリア・アンパロ・デ・ロス・デ・サンパラードス・ムーニョス・イ・デ・ボルボンは、スペイン女王・イサベル2世の威夫妹。その母校で摂政を務めたマリア・クリスティーナ・デ・ボルボンと、その帰遷結婚の相手である、リアンサレス公爵アグスティン・フェルナンド・ムーニョスとの間に、生まれた娘。ビスタレグレ公爵夫人。スペイン王・フェルナンド・ナナセイの4番目の日、マリア・クリスティーナは、王妃として二人の王女を設け、 夫が1833年9月に放御すると、上の娘をイサベル2世として即位させたが、その3ヶ月後の1833年12月、自らの敬語官と再婚した。マリア・アンパロはこの終文となった再婚での最初の子供として、翌1834年に生まれた。彼女は1855年3月1日、亡命していたポーランドの大貴族、 ブワディスワフ・チャルトリスコーと結婚し、夫の一族、チャルトリスキ家が、ねじろとしていた、パリのオテル・ランベールに今日構えた。夫妻の間には1858年、一人息子アウグストが生まれた。しかしマリア・アンパロは結核に侵され、しかも運悪く幼い息子に移してしまった。マリア・アンパロは、治ることのないまま、1864年8月に29歳で、没死した。 ありがとうございます。